今日はまたまた毎度おなじみのゴーコン丸彦さんにご登場いただきたいと思います。今日も素敵な話題をお持ちいただいたということなので、そのお話を伺いたいと思います。おはようございます。おはようございます。ここになんか素敵な看板がありますが、全循環カフェでいいんですよね、はい、そうです。どんなものなんでしょうか、教えていただけますか。はい、では一旦これをちょっと看板を下ろしますね。はい、全循環カフェ、まず全循環ということについて、説明をしたいと思います。はい、まあ、全循環というのは簡単に悪循環の逆のことなんですが、なるほど、日本ってね、本当はすごくいい国だって僕は思ってるんですが、私もそう思います。ですけれども、最近のところのいろんなニュースとかを見るとですね、非常に、あまりよろしくないニュースっていうのはすごく多くて、多いですよね、ちょっと前だったら考えられないような悲しい事件が続発してますよね。悲しい事件だとか、あとはなんかこうずるい話だとかね、 ありますね。そういうなんかどうしたの、みたいな話がすごく多いでしょ、でこれって、僕は悪循環の中に入ってるんだと思ってるんです。なるほど、本来はいいものの、エネルギーが、日本の中にはあるんだけども、それが、悪い方のエネルギーの方がちょっと多くなってしまって、悪循環がどん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 悪循環のことが動いている状態、でこれを、本来のいいエネルギーに戻していくことが大事じゃないかなと思っていて、それが全循環をするってことだと思ってるんです。なるほど、で、ですが僕自身はそんなに大きな力を持ってるわけではないけれども、そういう全循環をした方がいいなと思ってる人っていうのは実は世の中にすっごくたくさんいると思うんですね。私もそれは感じます、はい、一人一人の力はちっちゃいかもしれないけど、一人足す一人で2じゃないんですよね、そうなんです。だから多くなれば多くなるほどすごいパワーになるかなとも思ってます。そうなんです、そうなんです。でそういうことなので、それを呼びかけていきたいなと思ってるんですが、素敵、これはもう全然政治でもないし、じゃあビジネスなのかというとビジネスでもないし、まあ、なので僕が思いついたことの、一つのライフワークのようなものとして全循環ということを、そういう活動ができないかなとまず思ったんですね、で、僕の本業は企画をすることということと、いろんなことをプロデュースをしていくということが今までもずっとやってきたので、これからの僕のですね、あと残りの人生どのぐらいあるかわからないんですが、それをですね、自分の人生をかけてこの全循環ということの活動をしたいなっていうふうに、とうとう、決心をしちゃったんですね。しちゃったんですね。大胆なことに。そうか。で、じゃあどうやってやっていくのかっていうところが問題で、おおよそ大体その考え方に関しては、そうだよねって言ってくれる人はとっても多いと思うんですが、じゃあ具体的に何するのっていうことがあって、それをちゃんと形として、表していったのが全循環カフェという実はプロジェクトなんです。なるほど。それってカフェができちゃうってことなんですか？あってもいいと思ってるんですが、実はカフェという名前を付けたのは、これは一つの便宜的な言い方であって、要は、喫茶店カフェに行って、自分の親しい人と、楽しい時間を過ごしたりとか、面白い話をしたりとかするっていうのは、普通の人は皆さん誰でもやったことがあることじゃないですか。それとか、あとそのすごくいいコミュニティとか、カフェに集まると新しい自分が今まで会ったことない人に会えたりとかして、そこですごくいいつながりができたりとかするでしょ。そうですね、そういうことを割と日常的なところの感覚で、あんまりこう肩肘張ってですね、なんかこう構えてするんではなくって、非常に日常生活の中に根ざした形で、自分ができる範囲で緩やかに全循環な活動をしていきましょうよという意味を込めて全循環カフェと言ってるんです。そっか。じゃあもちろん将来的にカフェという実態を持つこともあるかもしれないけども、そうですね、現状は名称としてカフェというものをつけていて、そうですね、物理的にカフェがあるわけではない。あるわけではない。だけどもゴーコンさんが
じゃあ今日は全循環カフェ営業するぞみたいな感じ でいろんなところでそうですカフェを営業しちゃうみたいな そんなイメージかしら。そうなんです、今日はここはちょうど、今、お話しさせていただいているのは、はい、本当のこれは喫茶店でカフェなんですね、でこのここは健康カフェという名前のカフェさんなんですが、はい、オーナーの方といろいろと話をして、はい、全循環カフェの話をしたら、はい、非常に賛同していただいて、私たちもこの健康カフェっていう、まあ、健康ってわざわざつけてるくらいですから、基本的には丸さんの考えてることと一緒よっていう話になって、うんうんうん、なのでまずは全循環カフェの第一弾、これ東京にあるんですけれども、はい、東京の健康カフェをですね時々、ジャックしてですね健康カフェが全循環カフェに変わっちゃうと。そっかー。そう、なので今日は健康カフェが全循環カフェになってる日です。そうなんですね、はい、今日この収録の後に、うん、全循環カフェにこのお店全体がなっちゃう。そうです、そうです。いいですね、はい。で当然のことながら健康カフェであるわけなので、うん、お店が提供してくださるものもとてもよろしいものなわけですよね。そういうことですよ。じゃあダブルでいいじゃないですか。そうなんです、そうなんです。で全循環カフェをどうやったら全循環になるのかということをちょっと説明をしたいと思うんですけどね、ちょっとこれ全循環カフェのこんなカードがあるのでちょっと読ませさせてもらいますね、全循環の社会にするためにどうなったら全循環の社会になるんだってことをまず定義しました、はいはい、一つは誰もが納得共感して参加しやすい具体的なアクションを提示することなんです。お要は、考え方だけではなくて、うん、実際何やるの、どうやったら全循環になるのっていうことの具体的なアクションを提示をしなくてはいけないっていうことをまず定義しました。で二つ目は情報を発信し共感した人が集まって、情報を共有する、そして仲間になって活動していくことなんです。なるほど。なのでこの2つが条件なんですね、もう一度言うと具体的に、まず何をするのかということの具体的な活動の内容を提示することなんです、で2つ目はそれに賛同した人たちが集まって、情報を共有したり、それで、一緒に活動していきましょうっていう、ことが増えていく、輪が増えていくということなんです。で、これに関しては、まあ、ある意味で言うとコミュニティでもあるわけなんですね。うんうんうん。で、ビジネスではないという話を最初にしたんですが、実はビジネスになってもいいと思ってるんです。あ、うん、それはもう段階を経ていって結果としてビジネスになったよとか、うん、集まってきて全循環にこう共鳴共感している人たち同士が集まることで、うん、素敵なビジネスに発展していくよって、うん、そんなニュアンスでしょうかね。それもありますけど、すで、はい、に自分がそういう思いを持ってビジネスをしている人もいるんですね。あ、いらっしゃいますね。確かに例えば、はい、具体的に言うと、第一段階のフェーズとしては、はい、自分自身を全循環にするという考え方があるんですね、はい。自分自身を全循環にするというのはどういうイメージかというと、はい、心も体も健康になっていくということなんです、うん、はい。そうすると、例えば、体の面で健康になっていくことをビジネスとしてしている人はいるわけですよね、はい、そうですね。例えば具体的に言うと、体に野菜を食べてもらいたいと思って、うんうん、有機野菜を作っている人、はい、がいますよね、はい。この人は仕事としてやってるけど、うん、でもその提供する野菜そのものが、精魂を込めて、はい、体にいい野菜を作ってるので、うん、それ自体がもうビジネスであり全循環のことをしてるわけです。そっかそっか、はい、うん。とか、僕が仕事でお手伝いしている会社さんの中で、はい、人間の体を活性化させるためには、はい、免疫力を高めることが必要で、そのためには腸内の環境を整えることが大事だっていうことが発見されていて、はい、その腸内の環境を整えるために乳酸菌を、売っている会社さんがあるんです、はい、例えば、それも、全循環の一環だと思うんです。そうですね、はい。まあ、でもそう考えると、うん、私が日常的にやってることもまさに全循環なんですよ。そうなんです、そうなんです、はい。だから普通はですね、ここは大事なんだけど、はい、コミュニティをどうやって、作っていくのかっていうのは、うんうん、よくあるのはネットワークビジネスをしている人は入っちゃいけないとかですね、まあ、その売り込みはやめてくれとか、いうことがあるんですが、ここはちょっとこれから僕の課題ではあるんですけども、それを全部排除するわけではなくって、必要なものであれば、それは入ってきてもらっても構わないと思ってるんです。なるほど。
うんうん、ただ、あくまでもビジネスをすることが目的ではなくて、あくまでも全循環をするための世の中を作っていく、うん、そういう思いがあって、はい、それがでも経済活動も必要なので、うん、それが仕事になっちゃってるよっていう人もいるわけですよ。確かに。その場合は OK しようと思って。そうかそうか、わかりました。そしてですね、ちょっとお時間の方が限られてきたので、はい、あの一緒にやらせていただくイベントについてをちょっとご紹介したいなと思うんです、はい、実はこんな感じにチラシを作ったんですね、はい、B の法則5周年イベント、うん、でまさにですね、この私が書かせていただきました B の法則というのも全循環の一つだと私は思っているんですよ、うん、でゴーコーさんもこれに共感共鳴してくださっているというあたりなの で、ね、うん、このイベント自体一緒にやろうと。そうですね、そんな風に思っているので、はい、ちょっと合コンさんの方からもこのイベントについてちょっと一緒に紹介できたらなと思ってるんですけど。そうですね、はい、B の法則知らない方もいると思うんですけれども、はい、簡単に言うと、あかねちゃんっていうですね、アトピーで悩んでいる中学生の女の子が主人公なんですよね、はい、そうです。その女の子が、アトピーで本当にか、まあ、非常に体もね、本当に、なんていうか皮膚がね、まあ大変なことになっているので、うん、自分に自信がなかった子が、はい、これが自分に向き合うことと、それともこれファンタジーの世界なので、不思議なことに出会うことによって、どんどんアトピーが治って綺麗になっていくんですね、うん、この子が。そうですね、はい、でとっても感動的なお話なんですけども、はい、でこの B の法則を読んでくれた方が、はい、たくさんいて、その人たちがこれは感銘をしたので、はい、ぜひ表明したいよっていうようなことがあると、はい、でまずはこの B の法則の、記念ですね。そうです、5周年記念ということ で、ね、はい、でここで、まあ、いろいろな私からのメッセージを発信したり、うん、それから今ちょうどご紹介のあった乳酸菌の社長さんが本当に全循環ということで、うん、体の健康について思いっきりこうビジョンを持ってらっしゃるんですよ、うん、でその方をお招きして、その方と私のラジオ対談をこの場で収録してしまおうとか。素晴らしい、はい、あと私が応援している森づくり、はい、森も全循環というか、森なかったら地球終わっちゃうので。そうです、そうです。この活動をされている方ともこの場で対談しようなんていう企画を持ってるんですね、はい、そしてその後ラジオに多数ご出演してくださった方たち、もうすでに何十人かな、7、80人いらっしゃるんですけども、うん、その方の半分くらいの方が多分この日来てくださるので、プラス、はい、いろんなお友達をお招きしてここで交流会をしようと思ってるんですが、うん、交流会の場所がまさにですね、全循環カフェみたいなとこなんですよ。もう無農薬有機栽培、はい、自然栽培を行っているお野菜で、うんうんうん、お野菜だけ使ったすっごい美味しいお料理出してくれるとこなんです。素晴らしい、楽しみですね、はい、そうなんです。なのでここに来ていただくことによっていろんな情報が交換されるし、うん、知らなかったことを知っていただくチャンスにもなると思うんですよ、うんうん、ですのでもちろんラジオにご出演していただいた方中心になんですけども、この情報を聞いて、あ、私もそれだったらぜひ参加してみたいわっていう方にお越しいただきたいなと思うんですよ。そうですね、はい、すごく大切なことだと僕は思ってるんですが、はい、全循環の時にね、正しい知識を得ていくことも大事だと思ってるんです、はい、で、知らなかったことっていっぱいあるんですよね。そうですよね。例えば、今の今度お話をいただく社長さんは、はい、腸内環境を整えることによって、はい、まあ、極端なことを言うとね、はい、薬はいらないよって言ってるんです。で、うん、で本当に薬いらないのかっていうのは一般の人はなかなかわからないんだけど、はい、でも僕もいろいろと勉強していったらですね、本当にその通りだなっていうのが分かったんですよね。うん、ということはやっぱりこのあたりを正しくフラットな目で見て吸収していただきたいですよね。そうなんです、そうなんです、はい、だからこの B の法則のね、5周年イベントでも同じようなことをするし、はい、全循環カフェでも同じことをするんですが、はい、まず本当に正しい知識を得てほしいんですね。本当にそう思います、うん、自分の目で見て耳で聞いて、うん、自分で判断する力を持ってほしいなってすごく思ってるんです。で、で、はい、ある意味ではそういうことでは勉強にもなるんですけどね、はい、その勉強になるのが学校で勉強するんではなくて、はい、本当にカフェのようなところで楽しくね、素敵な方とお会いして、はい、それでその知識も吸収して、はい、あ、そうだなと思ったら、うん、自分がそのことについてアクションしてもらえればいいと思います。良いですね、はい、あ、だいぶお時間が来てしまったので、はい、そろそろなんですが、今日も素敵なお話と、しかも応援をありがとうございます、はい、今後ともよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。はい、では全循環カフェ、皆さん
ぜひぜひ、参加してみてください。